皆さん、あんにちはお世になます。もごもごです。朝鮮の六代王、丹正は、以前動画で説明したように、朝鮮王朝最強の正当性を持っていた王でした。しかし、残念ながら、王子であるスヤン、後に七代王になる聖女に降ろされてしまい、その正当性というのを発揮できず、そのまま、えーまあ、王座から降りることになりましたね。 そして、その後、結局、ダンジョンは16歳の時に、おじによって殺されてしまいます。じゃあ、この後なんですが、 やっぱりタンジョンはものすごく、えー、正当性を持っていた王だったのでなので正女に反対する家臣がとても多かったんですね、えー、なので聖女はタンジョンハ派閥を抹殺しますね、えー、彼らはほとんど成の代用から、まあ、一緒に仕事をしてきたとても有能な人々だったんですが聖女、えー、に反対するということで、えー、こうやって、えー、もったいない人材がこの時にかなり散っていきます じゃあ、そしたら、女性たちはどうなったでしょうもちろん、聖女は女性たちも粛清します。一旦、まず、ヤン氏四大王、聖女大王の側室なんですが、誕生の奪だったんですね。 えー、タンジョンは、乳母だけは殺さないでくださいと、ものすごくお願いをしたらしいんですが、えー、だってタンジョンの場合は、生まれた途端にお母さんが亡くなって、ヤンシがお母さんのような存在だったと思いますね。えー、なのでタンジョンは、ヤンシを守ろうと頑張ったんですが、結局、セジョはヤンシも死刑にしてしまいますね。朝鮮から見てみると、これはペイリュンというところに当たるんですよ、えー。宗教的に見てみると、いくら、えー、お父さんの側室とはいえ、 えー、ある意味では母にあたる、まあ、立場じゃないですか。つまり母を殺したということで、これは儒教的にはもうものすごく重い罪になりまして、ペイリュンと言いますね。えー、なので、聖女はペイリュンを行ったということで、今でも韓国では聖女、えー、のことをスヤンと言う人が多いぐらい、えー、ちょっと論議のある王なんですね。じゃあ、とにかく聖女は、えー、ヤン氏を殺しました。じゃあ、 そうしたら、ンジョンの、えー、妻たちはどうなったでしょう実際ンジョンには、正室一人と即室二人がいたんですよ。ンジョンって10歳の頃に王になったのに、いつの間にか妻が三人もいるのと思うかもしれませんが、以前ちょっとお話ししましたが、えー、ンジョンの妻を選ぶための鑑定という行事を行った時に、いつも鑑定は最後の三人が残りますが、その中で一人が選ばれて二人は落ちてしまいますね。 えー、この時にタンジョンはこの落ちた2人がとてもかわいそうだと言って、えー、落ちた2人を側室として迎えてくれたんですよ、えー、なのでタンジョンはとても若いんですが妻が一応3人でしたねこうやってタンジョンが側室で迎えた、えー、2人が スギキムとスギコンなんですね、えー、じゃあこの二人はタンジョンの側室つまりタンジョンが下ろされてからこの二人の運命はもう決まっていますねスギキムも追い出されてスギコンも追い出されましたじゃあその後なんですがスギキムの場合は割と生活が厳しくなかったかもしれないんですよ 父が聖女の味方だったんですね。えー、なので、えー、誕単純が下ろされた後も、杉金氏の家門はかなりお金持ち、まあ権力を維持していました、えー。なので杉金氏は追い出されて、えー、自分の元の自宅に戻って、そこで、まあ豊かな生活をしていたと思います。もちろん悲しかったかもしれませんが、えー、と、記録を見てみると、順調の時の記録なんですが、まあ、金氏がこの時はもう80歳になっていて、 やっぱり80歳ぐらいになりますと、ちょっと自分で仕事ができないから、それで、チュンジョンは定期的にお米を送ってやれという記録があるので、金氏はそこまで厳しい生活をしてなかったと思います。それで君氏は85歳で死亡することになりますが、ただし、残念ながら、下ろされた王の側室だったので、王族とは認められず、普通に眠ってしまいました。 じゃあもう一人、杉昆氏の場合は、残念ながら父が誕生の味方だったんですね。なので結局父はまあ残酷に殺されて、まあ、家紋はボロボロになってしまいます。えー、それで杉昆氏は、王の即死沙汰にもかかわらず、奴隷となり、えー、聖女の部下の屋敷で働くことになります。えー、とても残酷なことになりますね。えー、それで杉昆氏は82歳で死亡しますが、えー ちょっと、純情の時の記録を見てみると、杉昆氏があまりにも貧困生活をしているので、えー、まあ今の時代に例えると、市役所みたいなところから支援をするという記録があったので、晩年までとても、えー、きつい生活、まあ、生活保護を受けていたと思います。じゃあ、次は性質の話なんですが、単序の性質は、長寸万夫ですね。 えー、彼女は、えー、もう名門家門の出身なんですよ。えー、祖父が三代イーバー門の側近だったので、えー、とても家門的には立派な家門でしたね。で彼女は、えー、どうやって結婚することになったと言ったら、一旦たジョンが王になってから、王子である清張が。 長男、えー、そろそろ結婚しないといけませんと言ってからカンを開いてそこで選ばれたので長、えー、ン・ンワンフーは結婚してからすぐ王妃になったパターンなんですね、えー、この時にどうして聖女が誕生に結婚をおすすめしたかというと、えー、当時聖女は、えー、私は王座には興味がない、えー、私はこんなに王のことを思っている優しいおうだというイメージを作るためだったらしいです じゃあ、もちろんそれは演技だったので、彼女にとってはまあ嬉しいことではなかったんですね。えー、彼女は、えー、王妃日になってすぐなんですが、まあ、夫が下ろされたので、えー、結局、えー、1年でワンデビという立場にはなりますが、権力は何もないんですね。でそれで、それも結局長くは続かず、えー、結局、ジョンは、成、え、純、ー、によって追放されてしまうので、 2、えー、人の短い結婚生活はこれで終わってしまいます。永遠な別れをしてしまいますね。えー、彼女はかなり、えー、きつい、えー、追う日生活をしていたと思います。ちなみにこの2人が最後に別れたという橋がヨンドギョという橋なんですが、えー、韓国に、まあ、トンデムあたりにしょっちゅう旅行にいらっしゃる方は、ここを見た覚えがあるかもしれません。トム 実際皆さんが左上で見ている写真の下には今ともありますので、えー、皆さん、こっち通ったことあると思います。えー、ここに関してちょっと興味がある方は私が以前動画でこっちの様子を撮影した動画がありますので後でこっちリンクかけておきますので興味がある方は見てくださいね。えー、まソウルの中で一番ローカルな市場があるところなんですね。 じゃあ話戻しまして、彼女は、えー、城の外に追い出されることになり、トンデムン、まあ、皆さん分かると思いますが、その外に住むことになります。もちろん追放されているので、屋敷ではなくて、ロいお口を作って住んでいたらしいですね。もう家門も没落したので、戻るところもなかったでしょう。 で、どうしてここで住んでいたかというと、先ほど言ったように、音、えー、と別れた場所がここだったので、ここで住んでいたと思います。じゃあ、とにかく彼女は、まあ、 まあ、皆さんも要素できると思いますが、かなりの貧困生活を、えー、することになります。広くによりますと、元追う日なのに物乞いまでしてたらしいですね。えー、物乞いもしつつ、えー、染色業をしながら生活をしていたらしいです。染色業は皆さんもわかると思いますが、かなりきつい仕事だったので、えー、彼女の苦労はとても大変だったと思いますね。えー、なので、周りの、えー、民たちも これを見ててかわいそうだと思ったんでしょう、えー、後には、えー、そっちチョンゲチョンという川がありますがそこでほとんど洗濯をしたんですねその洗濯をしていた女性たちが、えー、野菜を大、えーまあ、日にお裾分けすることが結構新しいんですね、えー、もちろん彼女は朝鮮最高の正当性を持っていた単純の妻だったし え、若い時に、まあ、その単純と別れたというストーリーもあるので、神からかなりの指示を受けていたと思います。後にはこれが強烈もできていたらしいんですが、え、これを聞いた聖女は、やっぱりこれはいけないと思ったんでしょえ、なので、この行動自体を禁じることになります。でも、皆さん、朝鮮民族はどんな民族なんですかいくら王がこれを禁じても、 頭を使って、えー、それを逃げる方法を考えるのが私たち韓国人じゃないんですか、えー、なので彼女たちは頭を使うんですよ。このチ、えー、ョンスン湾ンフの近くに市場を作るんですが、その市場が情勢専用市場になります、えー。なので男は立ち入り禁止みたいな市場を作って、えー、そこで、えーまあ、市場で残ったものを 王子にあげる形、もちろん残ったものではないと思いますがえそういった形で王子のことを支援してきたと思いますさすが朝鮮の情勢たちは強いですねじゃあちなみにですがこの市場の転倒、まあ、は今まで残っていて先ほど紹介した東洋市場の始まりが分数の万府のための市場がその始まりだそうですね もう今は情勢戦用市場ではないんですが、えー、こういったストーリーもとても面白いですね。 じゃあまた話戻しまして、施女としては、チョンスンワンフという存在がとても厄介な存在なんですよ。単、まあ、ン,ンは、まあとにかく自分の権力に脅威になりますので、殺したとはいえ、ジョンスンワンフは女性なので、自分の権力にそこまで脅威にはならないし、えジョンスンワンフはやっぱり民たちの支持を受けているので、施女としては本当に厄介な存在なんですね。なので、施女はジョンスンワンフを自分の味方に するためにまあいろいろ支援を約束しますが皆さんだったらどうですか正常から支援をもらいたいんですかチ、えー、ョンスのワンフはやっぱり、えー、何一つももらわなかったらしいですなのでま正、あ、常としてはできることはやりますが、えー、彼女は絶対に奴隷にするなと家臣たちにいたらしいですね、えー、なので彼女は一を奴隷にはならず済んだことにはなりますが、まあ、貧困生活は続いたでしょう じゃあ、聖女が死んでから、聖女の性質であった、蝶衣万夫が、しばらく政治をすることになりますが、以前の動画で説明しましたが、蝶衣万夫はとても頭がいい女性だったんですね。彼女は、蝶春万夫に正式にお米をもらってくださいとお願いをして、そこで蝶春万夫はもらうことになります。これで蝶春万夫は約12年間の貧困生活を終え、豊かではないんですが、食料の心 ははしなくてもいいい生活には戻ったと思いますじゃあここでどうしてチョン・スン・ワンフがチョン・イワングのお米をもらったかというとえ2人の中ではこんな話があったと思います。チョン・イワングとしては、えーまあ、自分たちの子供のために成、えー、常がやったことを少しずつ、まあ、イメージチェンジしないといけないので成、えー、常が殺した人々の一部の名誉を回復してくれたんですね。えー、今、チョン・イワングがこういったことを少しでもやって いいたら、いずれか、時間が経ってチョンイワンフとセジョの子孫たちがえ少しずつ名誉回復の話になると思いえこういったなことをやったんですねそこでチョンスンワンフもある程度その話に乗ってお米をもらっていたと思います じゃあ、ジョンスンワンウは1521年82歳で死亡します。炭蝶の妻たちでみんな長生きしましたね。炭蝶の命までみんなもらったんでしょうか。じゃあ、ジョンスンワンウは82歳で死亡したときに、当時の王は11代王の順序でした。もしかして、ジョンスンワンウがそのまま王妃をやっていたらすごいですよ。王妃として活躍していたら、えー、もう順序がすでに11代の王なので、大々々々、 大台日になるんですね朝鮮歴史最高の王妃になっていたと思います かなり残念ですね。丹ン,ンがそのまま王をやっていたら、朝鮮最高の王で、ジョンスンワン夫もある意味では最高の王妃になっていたと思いますが、もしかしてジョンスン万夫が本当に王妃をやっていてたら、王権が弱かった順序としては、まあ、本当に大変だったと思いますね。じゃあ、とにかくジョンスンワン夫が亡くなってから、やっぱりチュンジョンは彼女のお墓を作ってやるんですけど、やっぱり王として、王妃としてのレベルは難しくて、手軍、 実際この時、ョンは道山軍という軍だったんだけど、少しちょっとレベルを上げて、帝軍の性質のレベルのお墓を用意してやりました。ただし残念ながら、ョン,スンワン王ンはンジョンと一緒に眠ることはできなくて、遠いところで一人で眠っています。ナミョンズというところにありますが、このジョン,スンワン王ンのお墓の名前はサルン。 何か思うお墓という意味で、ある意味では、チョンスン・ワンフの人生を言ってくれるような名前なんですね。ちなみに、このサルムは右の方に松が結構ありますが、この松が東の方に向いてるらしいんですよ。そっちには誕生のお墓があるので、まあ、ある意味では、彼女の誕生に会いたいという気持ちがこの松によって現れたんじゃないんでしょうか。まあ、それとにかくこういった特徴があります。 後に、祝蝶の時に丹蝶が名誉回復しますが、その時にもちろん蝶寸晩雲も名誉回復しますので、名誉回復までは約200年以上かかりましたね。 で、タンジョンが追放されたところが、関温度のヨゴルという地域なんですが、ヨゴルには今でもタンジョン祭りというのが行われているらしいです。その中のイベントの一つが、チョンスンワンフコンテストがあるらしくて、えー、毎年春頃には、えー、こうやってチョンスンワンフのコンテストをやるみたいなので、えー、もしかしてこの辺に春、まあ、4月の末ぐらいに遊びにいらっしゃる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。 じゃあ、今日の話はここまでです。まあ、タンジョンとチョンスンワンフー朝鮮前期のかなり、えー、かわいそうな王と王妃でしたね。じゃあ、二人のストーリーが、ちょっともっと詳しく知りたい方は、下に今、今皆さんの画面に右上に見えている動画をクリックしたら、えー、その時の二人が分かれた橋とか、先ほどいた、えー、情勢市場というのが、まあ、今はこんな形で残っているのが確認できますので、ぜひチェックしてみてくださいね。 えー、今日の話はここまでです。여러분、聞いてくれて진짜진짜마、마ん요ん녕